皆さんこんにちは、 GCN ショーへようこそ。ドイちゃんです。いやー、コロナのね第2波がなんか東京には来てるんじゃないのかなんていう風な雰囲気をテレビを見てると感じるんですが、皆さんご無事でしょうか。今週の GCN ショーはまずはですね、先週お話しさせていただいたミッチェルトン・スコットの契約が白紙に戻ったっていうね衝撃的な話が入ってきましたので、こちらをですねリードストーリーから話していきたいと思います。それでは見てみましょう。さて早速リードストーリーいきます。はい、冒頭でもお話しましたが、これミッチェルトン・スコットが新しく契約したと言われていたスポンサーマニュラ・フンダシオンとの契約が白紙に戻りました。いやいやいや、どういうこっちゃどういうこっちゃってね、まあ先週のね GCN ショーで僕だいぶ、いやこれちょっと不透明なところが多すぎるから怪しいよっていう話は皆さんとね一つの情報として共有させていただいたんですけど、皆さんもやっぱ怪しいと思ってたよね、あれはね。そうで、まあなんか今回の騒動はどうなってるのかっていうところを、本当にねおそらく黒い部分がたくさんバックグラウンドにあると思うんですけど、なかなかそこまでこう掘ってですね情報がまだまだ出てきてないので、とりあえず分かる情報だけを皆さんと共有していきます。まずですねこういう感じなんですよ。ゲイリー・ライアン、ミッチェルトン・スコットの、オーナーですね、ゲイリー・ライアン。いや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 、チームオーナーは俺だよ、あなた方には渡した覚えはない。マニュエラ、いやいやいや、 UCI との契約書提出したやつにちゃんとサインしてあるから、その話はおかしいんじゃないかい、ゲイリー、みたいな感じで、なんかね契約書の内容がなんだろう、こう双方を食い違ってる部分があって、チームオーナーは我々のものだと言ってるライアン、ゲイリー・ライアンと2021年の1月1日からチームのライセンスは我々のものだと言っている、まあ、そういう契約書もちゃんと有志社に提出してるから間違いなく我々が正しいと言っているマニュエラさんの方っていうのがあって、実際にはこれ契約書があるんだったら、じゃ まあマニュエラさん言ってること正しいんじゃないのっていうのが僕の見解なんですけど、まあ、ゲイリーさんはねなんかおそらくマニュエラさんにそのチームオーナーを渡すことによってスペイン色が強くなるチームになるのが嫌だったのかもしれないですよね。でやっぱりチームのアイデンティティはライアンさんが言うにはオーストラリアっていうのがやっぱりあって、それをやっぱり大事にしていきたいっていうのもあると思いますね。でまあ契約発表してチームもこれでやっていきますと、おそらくジャージもバスも車のデザインもおそらく変わって、でもう準備が着々と進んでる中でこうなっちゃったんで、これ失うお金もあったりとか、これ損失の方が大きいんじゃないのかっていうのは今すごく言われてますね。でマニュエラさんの方はまだゲイリーさんが言ってることに対して 100% こう理解できておらず、今後ですねまだまだこのゲイリー対マニュエラの、やり取り、まあ、戦いはですね続きそうな感じがしますので、今後ですね何か詳しいねもっともっと分かりやすい情報がね入り次第ね皆さんとすぐね共有させてください。今回の話をもとにですね、実際にじゃあまあこれから CCC チームのね話もあるんですが、チームがこういったケースでチームが解散になったような話って過去にもたくさんあったと思うんですけど、皆さんも覚えてますかね。CCC チームに関してはこれ意外とスポンサー見つけられそうだから大丈夫だよぐらいの感じになってきましたね。これなんかやっぱりコロナウイルスでやっぱ損失を受けてチームがまあスポンサーできません、まあ、利益がないのでそういうのできませんっていう会社もあれば、このコロナの影響で伸びに伸びてる会社もあったりとかするので、そういったところにアプローチしてこの CCC チームはスポンサーを探していくのかなというふうには感じてます。でこれツールドフランスまでには発表できるであろうという形で言ってますので、だいぶポジティブな感じになってきましたね。おそらくこれグレッグ・ファーベルマートさんかなりハッピーな状況になってきたのかなというところでは
選手を応援する我々立場としてはすごく嬉しい限りですね。その他にですね、ここまで今までの自転車業界の歴史で自転車チームがこう解散していったケースも、もちろんあります。これまず一つ目なんですけど、 HTC ハイロードっていうね、元 T モバイルというね、ヤン・ウィリヒーとかエリック・ツァベルがもう大活躍したチームがありましたが、その後ですね、カベンディッシュとかグライペルとか、もうすごい名だたる、ね、TJ ファンガーデンとかも名だたる有名な選手が入ったにもかかわらず、結局スポンサーがもうダメになったから解散という形になったケースがまず一つ目で、二つ目はですね、これティンコフサクソもですね、これサガンとかコンダドルがもう大活躍して、ね、スペシャライズドからのスポンサー費も膨大だったと思うんですけど、結局はですね、これ俺がティンコフさんが大富豪がもう一気にもうチームには投資しない、やめたって言ってチームは解散。これ怖いですよね。これが2つ目になるんですけど、3つ目、これエースカーテル、これオレンジ色のチームで、バスクね、スペインのバスク地方ですごく有名だったチームなんですけど、このチームに関してはバスク地方の全体のアイデンティティをアピールしながらチームを運営してたわけですが、結局はまあ資金難もあり解散という形になって、今現在はですね、これミケル・ランダがそのチームの形を引き継いでですね、コンチネンタルチームとして活動しているというところで、このね3つのチームがこうやって潰れていく中で、こんな冷静なコメントをですね、ある選手からいただいてますね。これリコベルト・ウランなんですけど、多分この自転車業界のチームが潰れるシステムみたいな、システムというか潰れる感じっていうのは、これ運営のシステムだったりとか収入分配がこれから変わっていかない限りは、こういった形でチームがスポンサーの影響によってどんどんなくなっていったりとかっていうことが今後ずっと起き続けるであろうと。でこれツールフランスがなかったら、とっくにこれもう今の残るのはもう3チームぐらいしかないよっていうぐらい、やはりその収入の分配とか運営の方式を変えないと、この自転車業界の未来っていうのはかなり厳しくなってくるのかなというふうに感じています。ここまでですね、チームがどういう形でなくなっていったとか、あとはね、ミッチェルトン・スコットの今後の行方等ですね、話してきましたけども、皆さんの中でもこれミッチェルトン・スコットとマニュエラさんがどういう形で行くのか、スペイン職になってもいいんじゃんっていうふうに思う方がいたりとかもすると思うんですが、そういったことも含めですね、この自転車業界のチームの在り方みたいな部分はコメントでですね、皆さんの意見を聞きたいなというふうに思います。今後ですね、ミッチェルトン・スコットどうなっていくのか注目していきましょう。レースニュースいきたいと思います。今週のレースニュースはこれフルーム、クリス・フルームがこれ移籍がかなり近くなってきたような感じの情報なんですよね。おそらくご視聴の皆さんの中でもピナレロファンであったりとかイニオスファン、そしてフルームファン、たくさんいらっしゃると思います。そんな方々のためにですね、旬な情報共有させてください。これクリス・フルームが、ツードフランスでチームイニオスからトリプルエースで出すから、それだったらどうみたいな感じで言われていて、フルームとしては 100% のサポート体制でツールドフランスを勝ちに行きたいという気持ちがあるので、これずっと他のチームを契約できるチームがないか探してたわけですが、そこでイスラエルスタートアップチームがですね、これ年間500万ドルフルームに支払えるから来てくれないかというようなオファーがあるという話が上がってきました。これおそらくチームイネオスだったら500万ドル絶対払わないので、ここまでのね怪我とかやっぱりレース休んでた期間も長かったので、なかなかここまで契約金を上げることができないところなんですね、現状は。なのでまあイネオスに関しては他にも強い選手たくさんいて、支払ってる金額がねやっぱり素晴らしい金額になってますので、フルームだけにこれ500万ドル払う予算はですね、おそらくないのかなということも考えられます。これですね、まあそこまでね、スタートアップイスラエルスタートアップチームがフルームに500万ドル出すと言ってる限りは、チームイネオスとしても別に500万ドル出してくれるチームがあるんであれば、もうフルームさんどうぞ行ってくださいという感じなのかなと。チームイネオスってやっぱドライなんで、なんかそういうところはかなりサバサバしてるのかなというイメージはあります。はい、でフルームに関してはこれ移籍とともに今季ミッチェルトン・スコットの契約が切れるミケル・ニエベ
これ山岳のアシストとして、フルームはですねぜひイスラエルチームに欲しいということも、なんか交渉の、ね、内容に入れてるようなので、今後ですねこれイネオスはチームでですね一番結果を残してきたチームイネオスを、選手として最後までね、面倒を見るつもりでいるのか、もしくはこれビジネス優先で、フルームを切っていく方向でいるのか、これ今後ですねどうなっていくか、これ近々多分分かることだと思うので、すぐですねその辺は皆さんとシェアしますが、皆さんにとってこれどうですか、イスラエルスタートアップで走るいいねあのフルームの姿想像できます？このままイネオスに残ってほしいのか、もしくはねピナレロから離れて違うバイクに乗ってイスラエルスタートアップで走ってみるところも見てみたいのか、どっちでしょうか。コメントでぜひ教えてください。テックオブザウィークです。はい、テックオブザウィーク初めて担当いたします。はい、今週のテックオブザウィークはですねこれキャニオンがインフライト、まあ、シクロクロスのモデルになるんですが、2021年モデル素晴らしい製品を発表しましたね。こちらの製品はですねこれマチュー・ファンデルプールと女子の世界チャンピオンでもあるセイリンさん、セイリン・アルカルメン・アルバラードさん、はい、すごく難しい名前なんですが、これ紹介するまでもなく、あの自転車、まあシクロクロスをね愛してる方なんかは、まあ、知ってる方だと思うんですが、これ両者ですねこれ2019-20シーズン年のシーズンもですね見事世界チャンピオンとなって、シーズンを締めくくっております。そんなですねマチューとセイリンさんを、支えてきた素晴らしいテクノロジー盛りだくさんのこのインフライトが2021年モデルとして皆さんの、いるですね市場にやってきます。いやー世界チャンピオンが乗る自転車が乗れるんですよ、素晴らしいことですよね。僕も1台欲しいんですけど、これはちょっと、要相談ですね。はい、今回のインフライトの素晴らしい、部分としてはですねこれまず、ホイールとフレームのクリアランスが大幅に広がったことによって、泥詰まりとかそういったアクシデントが、ね、起きづらくなっていると、ロスが少なくなってるってことがまず素晴らしいんですが、これ僕全日本選手権のねシクロクロスを2014年か15年に走った時に、あの仙台ハイランドかどっかの、あ、スゴーだ、スゴーのモトクロスサーキットを使ったすごい難しい、レースだったんですけど、その時に泥が詰まっちゃってホイールがね回んなくなってそのままあの前転して終了したっていう、あの苦い思い出があるんですけど、今笑える思い出ですね、確かに、はい、あのそんな思い出があるんですが、そういったですねホイールと、フレームのクリアランスがまず広がることによって、こういった、トラブルが、大幅に軽減されるということで、マチューとねセイリンさんの走りを大きく、支えたことはですねもうこの情報を聞いただけでも皆さんにはお分かりいただけるかと思いますね。そしてあのこのキャニオンはですね、インフライト、そしてグラベルバイクもそうなんですが、サイズが小さくなることによってホイールのサイズも、最適化されて 650B を採用してたりとか、すごくこう配慮が効いている自転車だなというふうに思います。あとはですねシートポストの露出幅を広げることによって、このシートポストのしなりを衝撃吸収の一部として活用しているということはですね、おそらく他のブランドではあまりないのかなというふうに思います。使える衝撃吸収っていうのはやはりダートを走る上ではすごく体にダメージを及ぼしますので、そういったところを吸収してくれる、まあ、シートピラーが少しでも吸収してくれることによって選手が感じる疲労感もですねだいぶ大幅に軽減されるということが、僕も個人的に乗り手として感じますし、皆さんもですね、おそらく乗った際にそういった衝撃吸収の素晴らしさっていうのを感じていただけると思います。はい、で今回2021年モデルのラインナップとしては、これマチュー・ファンデルポールも乗っているアルペシン・フェニックスのですねチームカラー、そしてですねこれシクロクロスといえば寒空の中なんかどんよりした雰囲気でちょっと暗いイメージあるじゃないですか、そんな中ですねこれそのイメージを払拭すべく、スーパーピンクというねかなりなんかあのカラフルなカラーも、上位モデルのインフライト CFSLX モデルだけですねこのカラーをラインナップしているということですね。
そしてこのアルペシンフェニックスのですねカラーラインナップをまとうフレームとしてはこれアルミフレームのエントリーモデルインフライト5、そしてミドルクラスのカーボンモデルインフライト CFSL7、 そしてプロ供給クラスとなるこれインフライト CFSLX9 チームという形の3モデルとなっております。各モデルともですねこれベースのセットとしては最初はですねこれ00のシステムとしてついてきます。タイヤがでこれホイール自体はチューブレスも対応してますので、別途ですねチューブレス用のバルブとシーラント、こちらを購入していただくことによって皆さんもですねこれチューブレス化手軽にですねできるようになっております。そしてですね先ほど、ホイールと、フレームのクリアランスが広がったこと、これがですね泥詰まりが軽減されるという話もしましたけども、これ僕個人的にはこれシクロクロス用、シクロクロス用ってわけじゃなくてこれ意外とグラベルでも使えるんじゃないのっていう、これなぜかというとこれ 33mm の幅っていうのは UCI のレギュレーションで決まってるんですが、このフレームが対応しているタイヤの幅サイズはですねこれ 38mm まで広げることが可能になっております。これキャニオンのねグラベルバイクといえばなんかハンドルがですね特殊な形をしている、モデルになってます。こちらのハンドルがなんとなくちょっと気に入らないんだよねっていう方も中にいらっしゃると思います。ですがあのハンドルはあのハンドルで素晴らしいメリットがあるんですが、これもっとシンプルな、バージョンのハンドルがいいんだよねって方はこれわざとこれインフライトグラベルでも乗れるようにインフライトを購入することによってもっとスマートなシンプルなですねコックピットを手に入れることが可能となっております。そしてこれ 38mm のタイヤも装着できますので十分ですねこれロングライドも対応できるというふうに思います。見た目ねこのキングというトップチューブのね変わった形になって見えるとは思うんですが、これがやはり衝撃吸収とかライディングのパフォーマンスを大幅に向上させるキャニオン独自のテクノロジーとなっておりますので、こういったね変わった特殊なフレームの形、そしてこの 38mm に広げられる、タイヤ幅、これはですね皆さんカスタマー皆さんの、選択肢をですね大幅に広げる形になっていると思いますので、今回のですねキャニオンの新型インフライト2021年モデル、ぜひですね今後キャニオンのウェブサイト等でチェックしてみてください。購入した実際にですね購入しちゃったっていう方はですね、早速でいいのでコメントで教えてください。キャプションコンペティション、今週のキャプションコンペティション、そうかそういう感じか。その前にあれですね、このキャプションコンペティションというコーナーは皆さんに1枚の写真を提示してその写真にですねキャプションをつけていただき、その中からチャンピオンに選ばれた方はですね私たちから素敵なプレゼントをお送りさせていただくという大変人気のあるコーナーとなっております。それでは早速先週の写真から見ていきましょう。こちらです。ドーン、はいはい、なんかねお花からつららができてる、つららができ始めてるようなね感じの印象を僕は受けましたけども、今回のキャプションコンペティションチャンピオンに選ばれたのは、カズポンさんのキャプションコンペティション。チームカーが来ねえ。はい、これに決まりました。これ僕もね同じような、鼻水を垂らしながらチームカーを寒い中ですね走りながら待ち続けたっていう記憶があって、そんな記憶がですね僕も蘇ってきたので、このカズポンさんのチームカーがコネ、こちらに選ばせていただきたいと思います。カズポンさんには我々からメッセージを送りさせていただきますので、そちらのメッセージのチェックよろしくお願いします。カズポンさんコメントいただきありがとうございました。さて今週のキャプションコンペティションの写真はこちらになります。ドーンドーンドーン、はい、なんかね強そうなサクソバンクの選手ですね。なんかやたら強そうに見えますが、はい、これファビアン・カンチェララ選手ですね。カメラをねおそらくバイクのねフォトグラファーから、バイクに乗っているフォトグラファーからカメラを奪って、ちょっと写真撮らせてって言って写真を撮ってる写真だと思うんですが、これ僕がキャプションをつけるならこちらにします。おいお前らそんなまだ大してスピード上がってねえんだから
辛そうな顔してんじゃねえよ、ニコニコしてくれ、はいチーズ。ちょっと長くなっちゃったんですけど、はい、そういうイメージかなと、はい、思いましたんで、お前らそんな辛そうな顔をするんじゃない、はいチーズ、はい、これにしたいと思います。それでは皆さん、たくさんのコメントお待ちしております。今週もよろしくお願いします。サイクリングインスピレーション、こちらのコーナーは GCN のアプリ、その中にあるサイクリングインスピレーションというコーナーに投稿していただいたたくさんの写真の中から1位から3位まで選んでご紹介していくというコーナーです。今週もたくさんの写真を投稿していただきありがとうございました。今週はなんだかこう情緒ある写真が多かったように思います。さあ、それでは早速今週の第3位からご紹介していきます。第3位はこちらの写真です。こちらの写真は乗鞍エコーラインでの写真だそうです。森林限界より下にある雲海がまるで荒れた波のように写った一枚ですと説明文が書いてありました。言葉としての表現がすごくいいですね。そんな感じに見えます。こちらの方には GCN ストライプソックスをお送りいたします。第2位はこちらの写真です。こちらの写真は奈良県の飛鳥村石舞台古墳の方で撮った写真だそうです。飛鳥村すごくいいですよね。僕も一回飛鳥村でサイクリングをしたことがあるんですけれども、こう絵に描いたような美しい日本の田園風景みたいなのが広がっていたり、他にも豊かな自然があったり、もう一度実家に帰った時に走ってみたいなと思います。で、この飛鳥村他にももっといいスポットたくさんありますよね。もしそこで写真を撮っていったら投稿、もし撮っていなかったらもう一度走りに行ってみてはいかがでしょうか。次は1位を目指してください。こちらの方には GCN サイクリングキャップをお送りいたします。さあ、今週のサイクリングインスピレーション第1位はこちらの写真です。こちらの写真は何か場所が特別とかそういうことは一切なくて、この河川敷で友達と一緒に走った時の写真なんです。ですが、この写真1枚から前後の物語がなんとなく見えてくる気がしませんか。写真ってこの一瞬だけを撮るだけなんですけれども、その写真がこのいっぱいある時間の中の一コマを切り抜いてるんですけども、その1枚だけで他にもこういろんな表現ってできると思うんです。で、この写真の中からそのお友達とのサイクリングの様子っていうのが伝わってくるなと感じます。もともと写真撮るの好きな方じゃないですか。なんかこういう方の写真を見ると複数枚で写真作品を表現したらどんな感じで見せてくれるのかなとちょっとワクワクします。個人的にはすごく見てみたいと思わされました。こちらの方には GCN ストライプファンジャージーをお送りいたします。今回のサイクリングインスピレーション受賞された方はこの下のメールアドレスに受賞したよと連絡をお願いいたします。ただアイテムの方がなかなかイギリスからやってこない状況ですので少々お時間はいただきます。さあ、まだアジサイの写真の投稿が少ないので、皆さん自分だけが知っている人がなかなか来ないおすすめのアジサイスポットがあったらそこで写真を撮ってサイクリングインスピレーションへ投稿をお願いいたします。皆さんの素敵な写真をお待ちしております。コメントオブザブイー、はい、今週のコメントオブザイク、こちらのコーナーは過去にいただいたコメントをですね、我々がピックアップして皆さんにですね紹介していくというコーナーになっております。早速コメント、たくさんね、今週はたくさんのね、いろんなコンテンツ、いろんなたくさんの方に見ていただいて、コメントもですねたくさん来てますので、まあ今ね梅雨時期の、まあ、真っ最中真っ只中ということで、梅雨時期のねライドで役に立つような、コメントが、入ってきてますので、こちらを紹介したいと思います。まず一つ目はですね、これヤドカリ成長期さん、フェンダー泥除けをつけるようにしてると思った以上にウェアが汚れがついたりするんですということで、確かにそうなんですよね。僕もですね、プラスチックのやつを使ったりとか、またはですね、もう本当にもうフルマットガード SKS っていうメーカーで出してる、
全部ねタイヤを覆ってしまうタイプの、まあ言ったらもうママチャリみたいな感じになっちゃう場合もあるんですが、これをですね装着して走っていることはオランダに住んでいる時はありましたね。やはりこれ後ろのタイヤからね上がってくる水しぶきをそのレーサーパンツ、もちろん黒いやつだったらまだマシなんですが、これもうちょっとね薄い色白とかそういったものを履いている場合はこの泥除けをつけて跳ね上がってくる泥をですね、こう抑えることによってジャージがですね、汚れにくいということにもなりますので、ぜひですねこれ皆さん泥除けちょっとね泥除け紹介しましょうかね。はい、泥除けねここにあるんですよ。はい、こちら泥除けになってるんですけど、これ和風製の泥除けで、なんかおすげえそんなのあるんかって僕も思ったんですが、はい、こういうのがあって僕はこれを使用してます。こんな形でこれをですねサドルの後ろに差し込むことによって泥がね、ウェアにつかなくなったりとかっていうことに、かなり貢献しますので、ぜひですねこういった泥除けお近くのね自転車屋さんで売ってるもの、いろんなねカラーのやつがあると思うんで、皆さんの好みに合わせてこういった泥除けをサクッとサドルの後ろにつけておくことが、かなりねいいと思いますね。これ取り外しも取り付けもすごく簡単なので、すごく僕から皆さんにおすすめしておきます。はい、ヤドカリ成長記さんコメントありがとうございました。さてコメント2つ目になります。2つ目ですね、フランク・バンデンブルックさんのキャップをすると、目に、ね、雨が入るのをだいぶ防げますよと、確かにそうだなと。僕もレース中雨降ったら必ずキャップをかぶってたんですが、皆さんもですねこれキャップかぶってつばをですね、帽子のつばを、これキャップも紹介しましょうかね。これキャップですね。はい、キャップこれをですねかぶってこのつばが前についてることによって、水しぶきってフロントホイールからこうふわっと上がって顔に落ちてくるんですね。もしくは雨が降ってるそのな雨の、まあ、角度っていうのはこのちょうど帽子をかぶった時にこのつばに当たるような角度で顔に当たってきますんで、それを考えるとこのキャップをかぶることによってこのサングラスのねこの上の方から水が入ってきたりするじゃないですか。ああいうのをこのキャップをかぶることによって防げたりもしますので、ぜひですね雨の日ライド行くっていうことがあればこういったキャップね、いろんなデザインのキャップがありますんで、はい、こういったものをですねかぶって、ライドに出かけることによって視界を確保、視界の確保をですねできたりします。安全にもねかなりつながりますので、ぜひ雨のライドをするときは、キャップをかぶって走行するようにしてください。それではこの2つのコメント、はい、フランク・バンデンブルックさんもありがとうございました。今週もですねたくさんのビデオにいただいたコメントですね全部紹介したいぐらいの勢いなんですが、なかなかですね時間に限りもございますので、次回ですね紹介できる時にまとめてですね土井ちゃんが質問に答えていきますコーナーで、質問ですね紹介していきたいと思います。コメントいただきありがとうございました。今週のチャンネルラインナップです。今週はですね25日木曜日に僕はですね自転車に乗り始めてから犯してきた数々のミステイクございます。こちらをですねまあたくさんのねミステイクございましたので、今回ねこれシリーズ化してまずパート1として今回25日木曜日に皆さんにご覧いただきたいと思います。27日は土曜日リチャード・カラパスのプロバイク、そして28日はロングライドで、最小限持っておいてほしいものとはどんなアイテムなのか、こちらをですねビデオにしてみました。これビギナーの方でロングライド行ったことない方なんかはぜひご覧ください。そして6月30日火曜日は GCN 賞54回目という形で今週も様々な、ね、コンテンツがございます。新しい動画がですね上がった際に、通知が行くようにCCN ジャパンのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回ですね CCC チームとかあとはミッチェルトン・スコットのね今後の行方どうなっていくのか、かなりですね前後してですねよくわかんない状況になってきましたが、今週1週間でまた新たな進展があると思いますので、皆さんと共にですね世界中で飛び交っている、ニュースを共有しながら、動向をですね見ていきたいと思います。今週もですねご覧いただきましてありがとうございました。次のビデオでお会いしましょう。さようなら。バイバイ。バイバイ。